皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートで花勝負を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に花勝負の花と茎の部分、それから葉っぱと丸と光の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。でこちらは下側の花びらを先に切り抜いた状態です。で上側と茎は後ほど切り抜いて使っていきます。こちらも使いやすいようにカットしておきます。それでは描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を直視で削って準備しています。黄色やオレンジ色、黄緑色、緑色、ピンク色や青色などを削っています。型を合わせて動かないようにテープで固定します。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。で続いて消しゴムで色を抜いていきます。色を抜いた部分に黄色を入れていきます。コットンを少し尖らせて塗っていきます。色を塗った部分を型で隠しておきます。この状態で上側と茎の部分を切り抜いて色を入れていきます。再び型を合わせて塗っていきます。続いて葉っぱの型を好きなところに合わせて内側に色を塗っていきます。背景の空いている部分に色を塗っていきます。丸と光の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに数を増やしていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで花勝負の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。